デンマーク、デンマークは北ヨーロッパのバルト海と北海に挟まれたユトランド半島とその周辺の多くの島々からなる立憲君主制国家。北欧諸国の一つであり、北では海を挟んでスカンディナビア諸国、南では陸上でドイツと国境を接する。首都のコペンハーゲンはシェラン島に位置している。海外領土でない領土を大陸部分に領有しながら、首都が 当初に存在する数少ない国家の一つである。他には赤道ギニアのみ、自治権を有するグリーンランドとフェロー諸島と共にデンマーク王国を構成している。ノルディックモデルの幸福志向負担国家であり、市民の生活満足度は高く、2014年の国連世界幸福度報告では第一位であった。デンマーク語による正式名称はダンムグ。 発音をカタカナ書きにするとダンマルクが近い。日本語の表記はデンマーク。古くはデンマルクと表記された。漢字による当て字はテーマツで蝶と略される。英語の表記はデンマーク。省略型は DA。形容詞はデニッシュ。発音をカタカナ書きにするとデニッシュが近い。国民はデーン。国名は このルド語で、デーン人の土地を意味する、ダンメルク、ダンモークからで、北欧神話にもこの名で登場する。デンマークには、有史以前から人が住んでいたとされている。氷河期の到来によって、人はこの地を追われるが、紀元前一万二千年頃から人が住み続けていると考えられている。農業は、紀元前三千年頃始まったようだ。ノルマン人の一派のデーン人が、 エルマン民族移動の時代に到来し住み着いた。その後、彼らは8世紀から11世紀にかけてのバイキングの時代にヨーロッパ諸国を侵略、また貿易を行った。彼らはユトランド半島を基盤にして、シェラン島やスウェーデン南部に影響力を持っていた。11世紀初頭の30年間には、カヌート大王がデンマークとイングランドを支配した海帝国。 14世紀後半には、マルグレーテ一世の手により、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーを支配下にした、カルマル同盟を築き大国として存在した。1520年のストックホルムの治癒を契機に、1523年に、スウェーデンがカルマル同盟を脱し独立、スウェーデンとの300年にわたる構想が始まった。白戦争、1534年から1536年。 で、クリスチャン3世が勝利したことにより、宗教改革が行われ、デンマークはルーテル派の国となった。クリスチャン4世は1626年に、ドイツ30年戦争に介入、敗退したことから、デンマークの衰退が始まる。そして、トルステンソン戦争、1643年から1645年において、スウェーデンとの戦いで、完全にデンマークは小国へと転落した。 17世紀初頭のスウェーデン・ロシア帝国間の大北方戦争においても、スウェーデンに敗れ、敗戦国扱いをされた。大北方戦争に敗れたスウェーデンと共に、デンマークも同様に北欧の没落を体験した。近代に至りナポレオン戦争においても、フランスと同盟を結んでいたため、敗北、1814年のキール条約によって、 長年支配してきたノルウェーをスウェーデンに奪われた。ただ、ノルウェー領であった、アイスランドやグリーンランドなどは、デンマーク領として残された。417年間続いた、カルマル同盟はここに解消を告げたのである。その後、シュレースビヒイコールホルシュタイン問題から、プロイセン王国との二度にわたるシュレースビヒ戦争になり、南部のシュレースビヒイコールホルシュタイン州などを失い、デンマークの経済は、 危機的状況に瀕した。植林などの産業振興によってこの危機を乗り越えた歴史は日本では内村勘蔵のデンマルク国の話で紹介され広く親しまれた。苦難の時代ではあったがデンマーク王室の王女たちがヨーロッパ諸国に嫁いだりギリシャ王国や独立時のノルウェー王国にデンマーク王家の分家が王として迎えられるなどデンマーク王家は 当時のヨーロッパ君主国のヨーロッパの義父となった。第一次世界大戦では中立を維持したが、第二次世界大戦では1940年にナチスドイツによって突然宣戦線された。国王クリスチャン10世は亡命せずに一日で降伏を選び、デンマークはドイツの占領下に置かれることになった。初期はモデル非占領国と呼ばれたが、国内では自治を許され、 ハンナチ運動家を保護したりした。その後、ドイツ軍への抵抗運動なども起こった。一方で、中米大使は連合国に接近し、グリーンランドを連合軍の便宜に任せた。また、フェロー諸島とアイスランドも連合国によって占領され、うちアイスランドは1944年に独立している。カウフマンの活動もあって、デンマークは、 本国政府の活動にもかかわらず連合国として扱われることになった。5月には中デンマークのドイツ軍が降伏し、デンマークは解放された。戦後、北、大西洋条約機構、NATO に加盟し、1973年にはヨーロッパ共同体にも加盟した。しかし後に、大 NATO 関連で NATO と対立、デンマーク化。とはいえ、ノルディックバランスを守り抜き、 冷戦期を乗り切った。国内経済、教育水準ともに世界トップクラスの先進国の一つであり、EU の一員、国連の非常任理事国も担当している、2010年時で4期8年。自由党による中道派政権が2001年より政権を掌握していたが、経済政策の低迷によって支持率は低下した。その結果、 2011年の総選挙で、社会民主党を中心とする野党の中道左派連合が僅差で勝ちし、同年10月3日にヘレトーニングイコールシュミット内閣が発足。環境政策や教育改革に重点を置く一方、移民受け入れ政権の緩和など全政権の反移民、反イスラム政策の軌道修正を図っている。近年右派の身長が際立つ北欧においては、珍しいケースとなった。 2015年6月18日の総選挙で、社会民主党は議席を上積みしたが、他の連立政党が議席を大幅に減らしたため与党、中道左派連合は敗北。ヘレトーニングイコールシュミット首相は辞任した。また、長い間中道右派連合の中核を担ってきた自由党も振るわず、決闘以来最低の議席数となったが、連立相手の政党である右派のデンマーク国民や、 中道派の自由同盟が議席を増やしたため僅差で、中道左派連合を上回り、4年ぶりに政権に返り咲くこととなった。政体は立憲君主制であり、国王は国家元首である。行政府の長は首相であり、首相は国王によって任命される。立法府は一員制のフォルケティングである。デンマーク王国憲法は1849年6月5日に制定され、 最後の改正は1953年に行われた。この改正では上院が廃止され、女性も王位を継承できるようになった。この改正で現女王、マルグレーテ2世が王位継承者となり、1972年に即位した。ただし、女性が王位を継げるのは他に男子がいなかった場合にのみ許されるということで、2009年6月7日の国民投票により、 ようやく無条件で女子が多いを継承できることとなった。上院を廃止したため、会員のみが存続を許された。現在のデンマーク貴族は法により、免税特権がある。成分憲法を長期間改正していない国としては、日本、最後の改正は1946年に次いで2番目、最後の改正は1953年である。 18歳から32歳までの男子を対象にした徴兵制が敷かれている現在の兵役期間は4ヶ月となっているただし4ヶ月経過後に希望者は期間延長が可能なお良心的兵役拒否が認められており代替役務が制度化されている国防軍はデンマーク陸軍デンマーク海軍デンマーク空軍及び デンマーク共同防衛隊の4軍体制である。兵員数は2万5千人。それに加えて、予備役1万2千人と、共同防衛軍5万1千人がいるので、有事の際には、合計8万8千人ほどまで兵力を準備できる、ことになっている。平和維持活動にも、積極的に参加しており、クファー、コソボ治安維持軍に380人、アフガニスタンのイサフ。 国際治安支援部隊に七百人、海軍の最新鋭艦アブサロンが、ソマリア沖の海賊退治のため、ジブチを拠点に展開している。イラク戦争にも参戦し、最大五百人の兵士が、終戦後の復興支援活動にも従事したが、二千七年に撤退している。総兵力は少ないのにもかかわらず、国際平和維持活動や対テロ戦争に、多くの人員、物資を供給し、 また、兵士の質の高さから、国際社会からは、高い評価を受けている。日本に訪れた、最初のデンマーク人は幕末に、フランス海軍へ出向していたエドアルド・スエンソンである。彼は1866年から1867年の間、フランス公使レオン・ロッシュに付き従い、ロッシュと徳川義信の会見にも売席した。スエンソンはこの時の様子を、 江戸幕末滞在期に表しており、外国から見た幕末維新の歴史を知る貴重な資料になっている。1867年に日本とデンマークの間で修交通商公開条約が締結されたのが両国の国交樹立とされている。1871年、大北電信会社が日本に初めて海底ケーブルを陸揚げする。この時スエンソンは、 大北電信会社創業者のカール・フレデリック・ティットゲンに経験を見込まれて日本に派遣されている。1873年、明治6年4月に岩倉施設団がデンマークを訪問しており、当時のコペンハーゲンの様子が、米王海乱実機に一部イラスト入りで詳細に記されている。1957年に、フレデリックスハウン出身のヨハネス・クヌッセンが、 和歌山県沖での海難救助活動中に柔乱した。日本の船員を救おうとして柔乱したクヌッセンの行動は当時の日本で大きな話題となり、その勇敢な行動は検証され、日本とデンマークの友好と交流の象徴として語られる。デンマーク在住の日本人は2014年10月現在1509名。日本在住のデンマーク人は2014年6月現在、 485名となっている。1970年から2006年までの区分については、デンマークの県を参照。デンマークは5つの地域、デンマーク後、単数形に分かれ、98の基礎自治体がある。地域は、伝統的な13の県を置き換えるもので、2007年1月1日に、2007デンマーク自治体改革の一環とて設立された。同時に、 基礎自治体は統合され、270から98に減らされた。新しい地域にとっての重要な仕事は公的な医療サービスである。以前の県とは異なり、地域には調税権はなく、医療サービスは主に国の8%の税金、政府と自治体からの基金によるで賄れる。各地域の議会は2005年の地方選挙で選ばれた41人の議員で構成される。 新しい基礎自治体の多くは最低でも人口が2万人であるがいくつか例外もある。その他、デンマークの海外領土としてグリーンランドとフェロー諸島があり、これらは自治領となっている。住民はデンマーク国籍を有し、またデンマーク議会の議員としておのおの2名の代表を出することが認められている。他州と比べ、この両自治領は独立性を強めている。 デンマークは、ユラン半島、ユトランド半島と443の島、うち76が有人島から成り立っている。中でも重要なのは、古都オーデンセのあるフィュン島とコッペンハーゲンを擁するシェラン島。また、シェラン島の南には、ファルスター島、ロラン島が、フィュン島の南にはなどがある。多くの島が橋で結ばれていて、コッペンハーゲンがあるシェラン島とスウェーデンも、 エーレスンド橋でつながっている。そのエーレスンド橋とスウェーデンの陸地を経由して、さらにフェリーに乗ると、コッペンハーゲンから東南東に1 5 0トル離れたボーンホルム島にたどり着く。この島は、位置的にも、歴史的にも、デンマークの多くの島とは、際立って異なる。デンマークの国土は概ね平坦である。最高地点は1 7 3ルであるが、これは、 青銅器時代に造影された人工的な地形である。本来の最高地点は、モレホイの171メートル。北、大西洋海流の影響で、気候は穏やかで、温暖な冬と涼しい夏がある。降水量は少なく、年降水量は、約745ミリ、1990年以降の平均で、世界平均の約880ミリより少ない。 このため雪が降り積もることもほとんど稀である。赤道ギニアイギリスと並び、大陸部に領土を保有しているにもかかわらず、島に首都が存在する国である。IMF によると2015年の GDP は2、950億ドル。2016年の一人当たり国民総所得は56,730ドルで、世界第5位となっている。としては、高級オーディオメーカーバン オルフセン、チークガングレゴや同時キロイヤルコペンハーゲン、コンフォートシューズのエコー、ミニバラの世界的なアセリー、ポールセンローズ、製薬のノボノルディスクなどが有名。海運大国としても知られ、世界最大のコンテナ船企業、AP モラー、マースクグループの発祥地であり世界本所在地でもある。また農業輸出国としても有名であり、日本との貿易では、日本の輸入の 約半分を豚肉が占める。イギリスではデニッシュという単語がベーコンの代名詞となった。日本ではデニッシュといえばデンマーク風のパンを指す。デンマークは EU 加盟国であるが2000年9月の国民投票において反対53.1%、賛成46.9%でユーロ参加を否決し、現在ユーロには参加していない。しかし、 2008年秋から始まった世界的な金融危機の結果、小国通貨のデメリットを大きく受けたために、政府は2010年度中のユーロ導入のための国民投票実施を計画している。デンマーク本土の工業は、北海油田に由来する有機鉱物資源が中核となる。2003年時点の産出量は原油1814万トン。 天然ガス335センチオジュールである。石油自給率は100%を超えており、デンマークの輸出額のうち10.7%を原油、生成燃料、天然ガスが占める。1960年代に至るまで、デンマーク工業は石灰石や砂利の生産を主体としていた。最も東に位置するボルンホルム島のカオリンは陶器の原材料として、 現在でも徴用されている。その後、1966年、ユトランド半島で大規模な岩塩交渉が発見される。北海油田の鉱ーは2007年時点で、イギリス、オランダ、ドイツ、デンマーク、ノルウェーの5カ国に分かれている。北海油田自体が発見されたのは1960年代、初頭であった。デンマークに割り当てられた鉱ーにおいても、 1971年には、ユトランド半島から西に 200km 離れた、北海上の大油田のほか、後に、同国最大の油田であることが確認された、ゴルム油田が発された。しかしながら、デンマーク憲法では、すべての地下資源が国家に帰属すると定められており、探査、生産には国会の承認が必要であった。非効率な制度に阻まれ、北海油田発見後、 20年が経過しても、デンマーク航空の1、4しか探査できず、採掘規模も伸び悩んでいた。このため、1981年、ほぼすべての油田を国有化した。ゴルム油田における原油と、天然ガスの採掘も1981年に始まり、5年後の1986年時点では、全油田を合わせ、年間362万トンの原油を採掘するに至る。 2007年時点では19の油田において採掘が進んでいる。一方、グリーンランドは豊富な金属鉱床に恵まれている。ただし、中央部は最大厚さ3400メートルの氷床に阻まれているため、探査、採掘活動は沿岸部に限られる。南端に近いイビトゥートは世界最大の氷床石膏山が位置していたが、1987年に、 宝石が枯渇してしまった。北緯70度の西岸に位置するブラックエンジェルでは銀、亜鉛、鉛の採掘が続いている。グリーンランドは石炭を産出するが国際価格の変動の影響を受けやすく生産が安定していない。北海油田による石油、天然ガスの供給があり輸出も行われているなどエネルギー資源には恵まれている。このほか。 風力発電が盛んであり、1980年代より、組合が設立され個人の共同所有方式に入り、多数が建設された。2004年時点で、約15万世帯が、約5500機の風力発電機を共同所有している。2006年における発電設備能力は3136.6メガワットであり、電力供給量の約2割を占めている。 ノルディックモデルの幸福志向負担国家であり、高齢者福祉や児童福祉が充実しており、国民の所得格差が世界で最も小さい世界、最高水準の福祉国家である。市民の生活満足度は高く、国連世界幸福度報告では、第1位、2014年、OECD の人生満足度、ライフサキスファクションでは、スイス、ノルウェーに次いで、第3位、 世界幸福地図では世界178カ国で第1位2006年世界価値観調査での幸福度、ハピネスはアイスランドに次いで第2位2005年であった。市民の95%は支援が必要になった際に誰かに頼ることができると考えている OECD 平均では88%。 なお GDP に占める税収比は48.6%と OECD 各国で最大で2013年地方所得税、県税都市税の合計は平均 32.7%2014 年での場と付加価値税は25%である平均所得者、子供なしの場合では所得税は28%社会保険料は10.7%となる 2011年平均寿命は80歳男性82歳女性82歳医療制度は社会保険ではなく一般税収を原始とするユニバーサルヘルスケアが実現されているスウェーデン、ノルウェーと同様 GDP の11%が医療に投じられ2010年平均寿命は81歳2010年 国民294人あたり1人の医師がいる。患者満足度は OECD 平均よりも高い。総合診療医、GP は1人あたり約1300人の患者を受け持っており、プライマリケア24時間アクセスが可能である。登録した GP への受診の場合は、患者に自己負担は生じない。制度はデンマークの地方行政区画、レギオナレベルにて、 地方文献的に運営されており、原種の大部分が地方自治体の全収であり、医療は自治体行政の最重要政策の一つである。保険サービスは中央政府及び自治体レベルの両方で課税される国民保険税、ヘルスインカムタックスを主な原種としており、レディオナレベルでは課税権を持たない。成人肥満率はーセント、二千九年で、 OECD 仲介グループである。健康増進のために、食品に含まれる、飽和脂肪酸の量に応じた、課税制度、脂肪税の導入が2010年から行われたが、食習慣に変化は見れず、2012年には廃止された。課題としては、医師、看護師の給料が低いことから、医療従事者の慢性的不足に悩んでいる。EU 諸国やインドから、 医師や看護師を呼び寄せているが、診察や手術の予約待ちは数ヶ月に及ぶことが通。そのため、がん患者などは中国やインドで治療するケースが最近急増している。また、歯科は補助が出るだけで治療費はかなりの高額になる。そのため、隣国のドイツやポーランドで治療を行う患者が非常に多い。デンマークは デンマーク人による単一民族国家であり、2009年の統計によると、全人口の90.5%を占める。残りの9.5%、52万6千人を移民とその子孫が占める。ヨーロッパの先進国の中でも、最も民族、宗教ともに単一の福祉国家であるが、中東を中心とする移民をデンマーク社会に溶け込ませるかで、長年苦慮している。 アジア、中東からの急激な移民増加を受けて、社会問題が発生した影響で、欧州一とも言われる厳格な移民法が成立して、施行されている。現在、デンマークへの新規移住は、不可能ではないが難易度が高いとされる。婚姻による移住も厳しい審査が実施され、居住許可が下りないことも多い。また、24歳、以下、60歳以上の国際結婚カップルには、 居住ビザが原則として発給されない。永住権の申請は、デンマーク在住7年後から可能だが、7年間の間に1回でも移民統合省が設定する基準や、条を満たさなかった場合は、ノーカウントとなり、1年目からのやり直しとなる。今後変わる可能性があるが、現時点では、仕事やデンマーク社会への参加度により3年、または5年で永住権を申請できる。 デンマーク人と結婚する場合、婚姻ビザを申請する前に、デンマークの首都、コペンハーゲン郊外のブロンビューにある、ベステグネンズスプログ OG コンピテンセセンターで、デンマークに関するテストを受けて、合格しなければ、配偶者ビザ発給自体を認めない法律が2010年から施行された。また、2010年5月から結婚等で、デンマークに居住する者への永住権発給も、 通算滞在期間の半分の就労期間、1年間の社会奉仕活動、最高度のデンマーク語試験への合格が義務付けられた。未だに寛容な受け入れ対策するスウェーデンと違い、ノルウェーやフィンランドと同様に安易な移民受け入れに反対する政党が政権へ影響力を持っている。2018年5月28日にデンマーク政府はイスラム教徒の移民にデンマークの伝統、クリスマス、 イースターなど、キリスト教の休日を教育を受けること義務付け、義務を果たさない親には、児童手当の支給が停止する政策を決めた。子供たちには、アンデルセン童話でおなじみのハンス・クリスチャン・アンデルセンの母国として馴染みがある。また、コペンハーゲンの有名な遊園地チボリ公園を、それを模した者が、岡山県の倉敷市に、倉敷チボリ公園として、 日本国内にも存在していた2008年12月31日に閉園。今日のデンマークの文化や政治のあり方に大きな影響を及ぼした教育者、ニコライ・クルントビが提唱して普及した教育制度にフォルケホイスコーレがあり、世界のフリースクール運動に大きな影響を及ぼしている。日本の東海大学も その出発点はこのフォルケホイスコーレをモデルにして発足している。スポーツではサッカーが盛んで、代表は1992年欧州選手権で優勝している。日本の川口の勝は一時期、デンマークのサッカークラブのアシェラーに所属していた。2010FIFA ワールドカップのグループリーグにおける日本の対戦国でもあり、2002FIFA ワールドカップで、 デンマーク代表のキャンプ地となった和歌山県、和歌山市ではデンマークを応援する和歌、ローリガンズが存在する。また伝統的に自転車競技が盛んで、ロードレースにおいて UCI プロツアーチームでビャルヌ・リース率いるチーム、サクソバンクはデンマークを本拠としているチームである。その他、セーリングの競合国でもある。陸上競技800メートル世界記録保持者である。 ウィルソン・キプケテルも、ケニアからデンマークに移籍後に実績を残した選手である。公民時に事故の死を保持すること、夫婦別姓も、配偶者の死に変更すること、夫婦同姓も、配偶者の死をミドルネームとすることも可能。1981年までは、特段の書類による定めによらない限り夫婦は同志とされていたが、1981年の、 法改正で婚姻前の死を用いることを原則とし、届け出によって死を変更するとされた。死は祖父母の死や許諾を得た別人の死を用いることも可能。2012年には同性婚も可能になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。